日本関東地方千葉県船橋市。夏見夏見は千葉県船橋市にある地名。本校では近隣の夏県台、夏見町についても記述する。現行行政地名は夏見が夏見1丁目から夏見7丁目。夏見台は夏見台1丁目から夏見台6丁目。夏見町は夏見町2丁目のみ。郵便番号は夏見が273-0865。 夏剣大が 273-0866, 夏美町が 273-0867, 平安時代、宝園4年に伊勢神宮の松園となっており、夏美三栗屋の名称で記録に残されているため、古くからの地名だと言える。しかし、室町時代頃に伊勢神宮領の管理下を離れた後、江戸時代に、東夏美村と西夏美村に分かれる。 それぞれ別々の旗本の地行地とさして、分割統治された。そして1889年の町村政志向に、伴い、両夏美村は八栄村の大技、あずま夏美、西夏美となる。八栄村は1937年、船橋町、葛飾町、飾町宝天村、塚田村と合併し、船橋市となった。1940年には、市内の大技が廃止されて、 町に再編され、東夏美、なつみ、西なつみの区域は、なつみ町1.2丁目となった。1971年、住居表示整備により、なつみ1から7丁目、夏県大1丁目が成立。その後1987年の住居表示実施により、夏県大2から6丁目が成立した。住居表示未実施の一部地区は、なつみ町2丁目として残存している。日本穂高が、 遠い征伐の折、当地で心境の輝く船を見たのが夏であった、慶光天皇が当地方に行行した時、夏まみをしていた里人日名を尋ねたが、との言葉がわからず、夏みと答えた、夏みの南方全面が、海の時代、南使いといったのが縮まった、夏みの全面が、海の時代、磯名を積み上に捧げた、魚釣霊から古代に、伊賀国夏民豪から移住した人々が開いた古語で、 泥のことを、なずみと言い、低地、湿地を意味する、なずみの点で、崩壊地形、侵食地形を意味するなどといった由来がある。1から3はあくまでも話である。4.5は可能性があるが決め手にかける。6は、遺物の様式の類似等が考古学的に、証明されるまで仮説。最も有力なのは7.8のいずれか。住宅地の地下は、 2015年1月1日の工事地下によれば、夏見4から2から15の地点で18万3000円平方メートル、夏県台2から8から26の地点で17万7000円平方メートルとなっている。海老川とその最大の支流である長津川の間のエリアに位置し、定地、斜面、台地で構成される。定地と台地はそれぞれおおむね平坦で、その間に急な斜面がある。 上下二段の地形になっている。台地は南北に細長く、南部では1キロメートルほどの幅があるが、北部では5 0 0ルほどの幅しかないところもある。東側と西側の定地は、他日の地形になっている。戦後に都市化が進むまで、南向き斜面下に並ぶ農家と台地上に点在する農家があるたは、農地が広がっていた。現在では、東側の定地を除いて、住宅地になった。 第一上には夏県内団地もある。南向き斜面下に並ぶ農家は、現在では農業を営んでいない場合も多いが、家並みは残っている。第一上に点在していた農家は、バス停名の二軒や七軒や三軒屋にその名残がある。斜面部分は、もともとは斜面林で、大地を有字型に取り囲んでいたが、西向き斜面は住宅地や道路になったところが多い。これに対して、 南向き斜面と東向き斜面は大部分が林のまま残っていて、夏見緑地として保全しているエリアもある。当地域には鉄道の駅はなく、バス路線が船橋駅との間をつないでいる。南北を貫く千葉県道288号、夏見込む路線が主要な道路で、ここを通る船橋新形成バスは、終日にわたり1時間あたり10便以上と高頻度の運行になっている。 南部を東洋高速鉄道東洋高速線が通過するが、駅はない。新駅建設計画があったが、地主の抵抗が強く結果的に挫折した。距離的には、東武鉄道の打線新船橋駅と、塚田駅、東洋高速鉄道東洋高速線、東海上駅も最寄り駅だが、バス路線があり商業施設も多い船橋駅の利用が多い。船橋市の都市マスタープランの 地域別構想参考によると、東洋高速鉄道飯山曲駅と東渡津美駅の中間に駅を設置の計画や、海老川夏美調整地設置の計画が明記されている。また、その二つの施設を用に大規模な区画整理構想が存在している。この地域に南の湾岸部に集中している、市役所などの船橋市の行政機能を移転する構想がある。 そのため道路の整備等も視野に入れて計画中である南東端と西端を流れている。川沿いは水田であったが、現在では水田はかなり少ない。2020年3月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる夏県内は夏見市から7丁目の北に位置する地名。正式な地名とは別に、 夏見の第一部分を夏見台と呼ぶ場合もあり、夏見四丁目の夏見台中央公園は、この意味で夏見台の語が用いられている。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。夏見町は住居表示未実施地区であり、夏見一から七丁目。 夏県代1から5丁目の住居表示実施時に対象外となった地区。夏県代2丁目の東に位置する南北に細長い地区で、現在は2丁目のみ残存する。元は1丁目もあったが、1987年、夏県代2から6丁目の住居表示実施時に消滅した。現在の夏美町2丁目には田畑が広がっており、人口は多く少数である。 コンビニエンスストアが1件だけある。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる ABCDEF。船橋市町長庁別人口。船橋市。2017年11月30日閲覧。AB。郵便番号。日本郵便。 2017年11月30日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月1日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月30日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月30日閲覧。国土交通省地下工事。 都道府県地下調査 ABC 小中学校通学区域表船橋市2017年11月30日閲覧ありがとうございます